ランとタムの就航地ランとタムのロゴラタム航空グループ SA はチリの法律に基づき設立されたサンティアゴ、チリに本社を置く南米の航空持ち株会社である。グループはアルゼンチン、コロンビア、エクアドル、パラグアイ、ペルーの子会社と共にサンパウロ、ブラジルにオフィスを構えている。ラタム航空はラン航空とタム航空の合併から生じた法人である。 航空会社は2010年8月13日に非高速力の契約を締結し2011年1月19日に高速力のある契約を締結したそしてタムの株主はランによる買収に合意し2012年6月22日に合併を終了したラン航空の元最高経営責任者エンリケクエはラタムの最高経営責任者になりタムの元 副会長、マウリシオ・ローリーム・アマーロは、ラタムの会長になった。合併後も、二つの航空会社は、独立した統一デザイン及び証明書で、運営していた。しかし、2015年8月からは、二つの航空会社は、ラタムとして、完全にブランドをリニューアルすることが発表された。2018年までに、カラーリングが、すべての航空機が統一される。 新しいラタムのカラーリングに再塗装された航空機または納入された航空機は2016年春に登場予定である。当グループはモトラン航空が加盟していたワンワールドに加盟していたが2019年10月にデルタ航空が当社株式の20%を取得することに伴い2020年5月1日にワンワールドを脱退し脱退後は デルタ航空と同じスカイチームに移籍するものとみられていたが新型コロナウイルス流行により20年4月に事業を95%削減すると表明し同年5月26日に連邦倒産法第11章に基づく会社構成手続きを申請し破綻した破産法が適用され債権者への支払いと事業再建に向けた計画をまとめる間業務継続され 減便しながら運行を続けており、ワンワールドに所属するカタール航空を含む株主から、つなぎ融資、ティップファイナンス最大9億ドルの融資を確保していると発表した。南アメリカ大陸におけるラタムのライバル会社としては、アビアンカ航空、コッパ航空、アルゼンチン航空、ゴル航空、及びアズールブラジル航空などである。 ラタムを確立するための合意は11個の制限付きで2011年9月21日にチリ当局によって承認された。これらには以下を含むブラジルのグアルリョス国際空港からサンティアゴチリのアルトゥーロメリノベニテス国際空港への就航に興味がある競合他社へ4個の発着枠を転送することワンワールドや スターアライアンスのいずれかの航空連合のメンバーシップを放棄すること。ブラジルとチリの間のフライトでは容量の増加を制限すること。興味を持つ競合他社とのコードシェアやフィデリティプログラムメンバーシップへの可能性を開くこと。2011年12月14日、チリ当局と同様の制限を課すことで、ブラジル当局は合意を承認した。 ラタムでは2012年8月までに同盟関係を選択する必要がある。また、サンパウロ、サンティアゴデチリ間の就航数を減らさなければならない。当時、タムが2往復、ランは4往復あった。ランは、それらを使用することに興味を持っていた、競合他社2に2往復を譲らなければならなかった。2013年3月7日、ラタムは航空連合として、 ワンワールドを選択する最終的な決定を発表した。結果として、タムは2014年度の第2四半期にスターアライアンスを脱退した。2012年末で310機の旅客機と貨物機を保有していた。同年、ラタムは合計65万人の乗客を輸送した。ラタム航空グループはラタムパスというマイレージサービスを実施している。マイレージを貯めるには、 ラタム航空グループの各航空会社かワンワールドに加盟している航空会社を利用することが必要である。ラタムパスは5つのカテゴリーに分かれている。3月31日時点での同社の株主構成、ラタムチリの塗装、ボーイング787から9、2016年5月撮影、ラタムグループの航空会社は次の通りである。ありがとうございます。